こんにちは、バイクとカメラの生活のコウスケです。今日はですね、ハーレーに乗って美味しいものを食べに行こう第4弾、ということでですね、ちょっと今回美味しいものというよりもハーレーに乗って美味しいコーヒーを飲みに行こうっていう感じで、今、カフェに向かってます。ここら辺もね、なんかちょっとシリーズ化できたらいいなと思ってるんですけど、向かってる先は、深田荘カフェです。前に、行ったら閉まってたっていう動画をまあ上げたかと思うんですけど、リベンジですね今回は。いやー、天気がね、今日なんか本当は天気雨予報だったんですけど晴れてくれたんで、だったらね、せっかくならちょっとバイクに乗ってね、どっか行きたいなーって思ったんですけど、ちょっともう時間も遅かったんで、まあ、近場というか都内で行けるところをと思って、じゃあ今日はカフェに行きますかということで出てきてます。まあね、バイクに乗って行くんでね、ライダーズカフェとか行くかと思うんですけれども、まあ、今回はそういうわけでもなく、特にライダーが集まるようなカフェでもなくて、普通にいい感じのカフェなんですけど、カフェ巡りっていうのはあんま別にしないんですけど、コーヒーは好きなんですね。だから、コーヒーをちょっとね飲みたいなと思ってて、ちょこちょこいろんなところで飲んでは見るんですけど、で、これから向かってる深田荘カフェなんですけれども、場所は、清澄白河にあります。まあ、カフェの激戦区ですね。いつからかブルーボトルコーヒーが入ってきたからなのかな、なんかすごい、おしゃれなカフェがいろんなところにできたエリアなんですけれども、東京もね、カフェがいっぱいあるんで、ね、なかなかね、なんかそういうネットとかでなんかちょっとおすすめしてるカフェとかしかなかなか行けないんですけど、どっちかっていうとなんかやっぱ居心地がいいなって自分が思うのはね、やっぱ海辺のカフェとかいいですよね。海見ながらなんかまったりしながらお茶飲めるみたいな、東京ないですからね、なかなかそういうところ。まあ、川を見れるところはあったりしますけど、まあ、海って言ってもね、東京湾とかこんな感じなんで、あと並ばないで入れるところがいいですね。あんまり有名なところで、あと、まあ、結構並ぶことが多いと思うんですけど、そうなっちゃうとね、なんか、並ぶのも、ね、せっかくねちょっと休みに行ってるのに並んで疲れちゃうっていうのもあれなんで、今両国ですね。あともうちょっとで到着するかな、距離でいうとあと2キロなんでね、この信号を曲がって、満席、ただいま満席で、今並んでて
で10分並んで、今日ねやっぱ混んでたらやだなとか思ってたんですけど、千冬さんをですね、トライアンフと、ベスパに乗ってる千冬さんを今日一緒に誘ってまして、先に、ツイッターらしく、少し並んでもう今先に入ってくれたそうなので、僕が行ったら並ばずに入れるということになってます。めちゃくちゃ感謝ですね。やっぱ満席だったみたいですね、ちょうど着いた時。やっぱ混むのか。まあそりゃそうですよね、人気だもんな。でも今日はねもうやってるっていうことと、もう入れるっていうことがもう確定したんで、なんかちょっとね嬉しくルンルンで今向かってます。あともうちょっとですね、あと 1.5 キロ。なんかやっとなんかちょっと空いてきたな。さっきまでねちょっとずっと渋滞はまって走ってたんで気持ちよくなかったんでね、もう少しで到着ですね。さあ着きました。お、トライアンフで来てる。いいですね、トライアンフで到着です。トライアンフで来てる。はい、ということで、清澄白川にある、深田荘カフェさん行ってきました。うん、いい雰囲気でしたね。すごい落ち着けて美味しいコーヒーが飲めました。ということでですね、美味しいものをハーレーに乗って美味しいものを食べに行こう第4弾、清澄白川の深田荘カフェでコーヒー、美味しいコーヒーを飲みに行こうでした。ということで本日の動画は以上になります。もしこの動画いいなと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あと Twitter や Instagram やってます。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方フォローもよろしくお願いいたします。で本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。